にちは。インターンシップ生の立ち入りです。今回は私は東海大学の秘密という記事を書かせていただいておりまして、私は今回第6回目になります。今回は東海大学の新校舎についてお話ししていきたいと思います。東海大学の湘南校舎で最も新しいのは19号館という館でありまして、これは今年にできたばかりの新しい校舎でございます。こちらの校舎は情報理工学科の学生さんが使うことになっておりまして、今年の4月から主に利用していくことになっております。こちらは、全部で10階建ての建物で、1階が理工系ラウンジと呼ばれるカフェテリアが、吹き抜けのカフェテリアがあります。2階は学生が自発的に勉強や実験などを行う発表の場であったりもします。3階は実験や研究をするための工房があり、4階から上は各学科の実験や学生室などがあります。この建物で勉強することによって、学生たちが同じよう、同じ実験をしている者たち同士で競い合ったり高め合ったりして対話力を磨き、社会での力を身につけていきます。と、今回で私の東海大学の秘密という記事は最後とさせていただいております。短い間ですがありがとうございました。今後もよろしく。インターンシップですがありがとうございました。